皆さんこんにちは。今回は SNS で大人気のドッグフードうまかに挑戦してみたいと思います。茶色を基調としたおしゃれなパッケージです。お試しコースは 30g でこんなサイズになっています。大人気の理由をホームページでチェックしてみましょう。なんとドッグフードリサーチで6冠を達成しているらしいです。獣医さんのお墨付きのようですね。早速開封していきましょう。ミルクさんも中身が気になっていますね。袋を開けると高級料亭のお吸い物みたいな匂いがします。形状はお米のような楕円型をしていますよ。ミルクさんが早速挑戦しています。人間も食べれる材料しか入っていないらしいので私も食べてみました。味は鰹節クッキーのような感じです。ご飯にあげてみたいと思います。ミルクさんがすごい勢いで食べていますねこぼしちゃってますね。2匹とも気に入ったようです。ここでうまかが他のフードに比べて優れているポイントを8つ紹介したいと思います。その1、鶏肉の原材料は 100% 九州の花緑。その2、健康な関節を維持するためグルコサミンを配合。その3、ビフィズス菌配合で腸内環境の健康を維持。その4、食物繊維豊富な青玄米入り。その5、小麦グルテンフリー。その6、着色料不使用。その7、ノンオイルコーティング。そして最後に8つ目、主原料はすべて国産。うまかの説明をしている間にミルクさん完食です。メロさんもいつもより頑張って食べています。美味しすぎておかわりするミルクさん。うまかなんですが無駄なコストを省くためネット販売のみのようです。概要欄の URL からお試しコースを購入できます。気になった方はぜひ挑戦してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。